ミリー&エブスプラッシュダンスショーをまずは2曲続けてお届けいたしました。さあここからはちょっとお話のコーナーです。さあちびっ子のみんなはもう夏休み最後だね。ちゃんと宿題やりました？大丈夫？夏休みはみんないっぱいお出かけしましたか？どこ行った？どんなところ行った？海？海行ってきた？千葉県ってさ、もちろん海もあるし、あとはディズニーランドもあるし、ここ幕張もあるし、あとは鴨川シティワールドとかマザー牧場とか楽しいところがいっぱいあるよね。電車でお出かけするのもとっても楽しいよね。さあみんな千葉県の楽しいところはいっぱい知ってると思うし、行ったことがあると思うので、今日はお姉さんが千葉県の伝説についてお話をしたいと思います。そう、千葉県の都市伝説のお話です。千葉県木更津にある證誠寺、そこには夜な夜なタヌキが集まり、腹太鼓を叩いて大騒ぎをしているそうです。あ、ここにもタヌキがやってきましたね。
ぐるめぐるめぐる因果は糸車めぐるめぐるめぐる世の中めぐり合い明日は明日はどんな人に会うだろうどんなどんなどんな人に会うだろう大きな気分で行ってみよう人気で中止そんなの千葉県民じゃなくても知ってるわ。そっか。うん。滝沢馬琴が書いた超有名なお話だものね。でも今時の子供は現実主義なんだから、千葉県の伝説がそんなおとぎ話ばかりじゃ誰も信じないわよ。じゃあみんな、このお話ならどうかしら。そこは一度入ったら二度と出てこられなくなる森、そんな場所がこの千葉県にあることを皆さんはご存知ですか。そう、八幡の藪知らず、たたりの藪知らずとも呼ばれるこの藪は、市川市にある奥行き幅ともわずか18メートル四方の藪で、今現在でも立ち入りを禁止された謎の場所である。藪の竹を切った者が大怪我をしたり謎の死を遂げてしまうらしい。なぜ未だに立ち入り禁止なのか。お察しします。はい、私あなたがやったと思っています。ねえみんな、やっぱりさ、これかな。ああ怖い。あ、分かったわ。なぜ一度入った人が出てこられなくなるのか。それはね、それはね、お姉さんにも分かんない。騙された。もうそんなこともわからないのね。私に任せて。テクマクマヤコン、テクマクマヤコン、名探偵凛ちゃんになーれ。ね、おそらくその森の中には底なし沼があった、もしくは地下から有毒なガスが出ていたの。そして当時の大人たちが子供が近寄らないように不思議な話をつけたってわけ。お分かり？なるほど。それじゃあ次のお話よ。続いては立山市のお話。最春ゴーストメラゴシ。秋から冬にかけてメラ地区の南の空に現れるどんよりと赤みを帯びた星。海で遭難したメラの漁師の霊が乗り移り、しけの前に仲間を呼びに出る